激ロックドットコムをご覧の皆さん、せーの、アークラウドオブリベリオンです。ギターの丸山です。ボーカルの宮田大作です。ボーカルギターの小林亮介です。ベースの高井です。ドラムの近藤武史です。この度11月11日に、ジロットシティという、フルアルバムをリリースすることが決定しました。あーす。どんな作品ですか先生。タイトルの通り、はい、狂信者の街という、はい、直訳するとそうなんですけれども、はい、まあいろんな考えを俺と亮介で話してこのタイトルになったんですけど、自分らの音楽にとても熱狂的に狂ってるっていう意味を込めたアルバムになってるんで、俺たちの音楽に狂ってもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。16曲もね入ってるからね。やりすぎだぞ。ごめんなさい。今後のツアーライブイベントについてですね。はい。2月に何かあるのかな。あるよね。ある方向。大人。大人さん。あるらしいです。もしかしたら2月に何かあるので、皆さん楽しみに。楽しみに。待っててもはい。はい。お願いいたします。お願いします。はい。もっと喋らなくていいの。村岡さん来てくださってる。そう。いつも動画でね。いつも動画で来て。なんで村岡さん来れんだよ。来てくださいって。そしたら来てくれました。今日来てくださいました。ありがとうございます。ありがとうございます。次の画ここで締めるの。いつもすごい尺長いけど。な。いつもは長すぎる。喋るな。最長を目指してたじゃん。最長目指す。喋りなさいよ、二人とも。じゃあ何喋ろうか。初めて村岡さんに会った時の話で。どこで会ったっけ。サイクロン。あ、サイクロン。ちょっとね、ちょっとまだたけしもいない時。そうか。私、インディーデビューをまだしてない時。そうだね。え、マジ。そう、俺ね、村岡さんとね、ミクシーでメールした。やばい話であるな。で、その時もう、なんか東京ってわかんないからさ、俺激ロックっていうのすごいのがあるっていうの聞いてた。そうだよね。そうそうそう。聞いてた。で、その村岡さんからメールが来て、もうこんなに、おい、今度のライブ、村岡さん来るらしい。あー、なんかちょっとおかしいかもしれないぞ。だから、おかるで、サイクロでしょ。そう。で、ライブ的に滑れないってなって、無理やり2人を東京前乗りして、金ない頃に前乗りして、満喫に詰め込む。意味が分からない。あと3時間しかないけど、お前ら寝てこい。いい歌歌える。歌わなかったら承知しねえから。村岡さん、いいライブにしてるからね。そうなんですよ。あ、そう、スターは。それで、サイクロン出て、で、村岡さん、あれが村岡さんだっつって、はじめまして、つって、どうでしたかっつったら、これからだね。休んだのに、休んだのに、してもらったのに、俺。でも、あの頃はさ、どんなライブハウス出たのさ、そうそう、やばかった。もうちょっとだね、結構。大体8年前だしね。そうだ。だって、その頃、その頃、ダイなんてね、まだね、多分、今より体重10キロ多くて、前髪がここでパッツンと出てる。そうだね。赤いシャツって、そんな人につけて。そうで、それで、ダイが、そのライブの帰りに、カフェ来てくるから、カフェ来てくるから。やめてよ、恥ずかしい。恥ずかしいよ。だから、そんな時期もね。っていうね、8年前ありましたね。そうですね。本当に、今日は来てくださって、ありがとうございました。本当に。夢が叶いました。ありがとうございます。たけし君。ジロットシー、今回、だからどうだった？いや、もう、なんだろう、いっぱい聴いてもらえたら嬉しいなっていう。かわいいな。ボーナストラックもね、クローツアーがね、できなくてね、なんかできないかなと思って、俺らで考えて、3曲、クローのシングル3曲を撮り直して、本当に撮り直したんですよ。撮り直したね。撮り直したんで、それも含めて、5年間の進化を聴いてもらえればと思います。はい、素晴らしい締め。素晴らしい締めです。ありがとうございます。はい。どうも、なかなかすいませんでした。それでは、ジロットシティよろしくお願いします。アークラウドオブリベリオンでした。みんな、バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。